皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間です。本日の講師は楽天証券エフェクス事業部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速マーケットを見てみたいと思います。ドル円、現在157円の42銭。昨日のマーケットでは、一時155円台まで円高が進んだんですが、 今は157円台に戻っています。ユーロドルは1.0888。そしてユーロ円は171円の40。5ドル円は105円の47銭。このようなレベルで現在、東京マーケットで取引が行われています。はい、今週のドル円は大きな動きがありました。円高方向に大きく動いたんですが、これをチャートを見ながら振り返ってみたいと思います。 これは今月のチャートです。えー、今月161円の9号、今月の初めですね、までドル高円安が進んだんですが、えー、昨日の段階では155円の36銭まで円高に逆になっています。こう横ばいから急に落ちてるというチャートですね。で、まあこれを見ますと、この急落しているのは、これは為替介入があって、 下がりましたで。その後少し戻ったんですが、もう一度円高に来ています。これは、主な理由としては FRB がこれまでは利下げについてどちらかというと後ろ向き年内1回するかしないかというところだったんですが CPI のインフレ率が改善したことで9月利下げの可能性が浮上してきたということで ドル安ですね。円高というよりは、ドル安に動きやすいマーケットになって、下落しました。あともう一つはですね、まあ、ここのところも急な動きがあったんですが、これはまあ実際どうかはわからないんですが、トランプ前大統領が実際に行うかどうかは別としても、円と人民元、これらの通貨はドルに対して安すぎるということを 発言しましたのでもしトランプ氏が大統領になった場合には円高政策ドル安政策をするのではないかという思惑で売られたというところもありますただ155円の三十六銭までですねちょっとオーバーシュートになってその後はリバウンドしているというのはさっきのレートでも見たと思います、まあ、ここからここまでですねかなり一気に動いてきています でこの161円の9号から155円の36銭、このちょうど50%真ん中ですね、中間点が158円の65銭になります。ですから、現在のドル円のレートは、この157円の水準にあるので、この中間点よりも円高の水準にあると。つまり、今のマーケットはですね、 ドル円で言うとベア、えー、下向きのですね、勢いが強くなっているということがわかります。こういう感じですね。ではもうちょっと長いところ、前回、前々回の介入ですね、4月の終わりに介入した後に15、151円の85銭まで下がって、これが4月の終わりですね、5月の初め。で、 7月の3日に161円の95銭まで戻って、えー、もう一度ここで介入があってという状況なんですけれども、まあ、この期間の安値と高値の中間点は156円の90。で、今はですね、157円のところに来ていますので、この50%、まあ、ほとんどですね、同じ、えー、今、中間点にある。 ということになりますね。ですから、このレベルで言うと今、えー、少し中期の2ヶ月で見た場合には、ドル円はニュートラルなゾーンにあるということが言えます。まあ、そういう意味では、このドル円156円の90よりも、このレベルをキープできるか、それかこのレベルで昨日から今日にかけてあるようにリバウンドして上昇するかどうかというのが、 来週のポイントになってくると思います。一応、この2つの真ん中ということで、154円の38銭と159円の43銭。この2つもサブのポイントとして重要かなというふうに思っています。ですので、今短期的にはドル円はベア。ただ、まだ少し長いところで見た場合にも、今までは円安、 のゾーンだったんですけれども、ニュートラルなところまで戻ってきているので、まあ、7月の終わりから来月にかけては、非常にドル円、年の後半のディレクションを考える上でも、こういう6円の90、あるいは159円、154円というのが重要なポイントになってくるのかなというふうに思います。まあ、ここのところでもですね、さっき見たように介入があって、えー、円高に。 ななったわけけんですけれども実際はこれはあの介入というのは効果的だったんですけれども介入で円高になったわけではないということはとチェックしておくというかですね頭に留めておいた方がいいと思います。いずれにしても FRB が9月の利下げの可能性を言わなければまたこの時点で円安に戻っていた可能性も十分あるというふうに思います。 まあ別の言い方をすれば、介入しなくても FRB が9月の話をした時点で、大きく円高に動いていたということが言えるので、まあ、介入は短期的な効果であって、やはり中期的な、あるいはコンスタントなサステナブルな円高になるためには、金融政策の変更が必要であるということが言えます。その意味では、今月ある日銀会合で、 利上げの可能性は今、低いというふうに言われていますが、まあ、可能性として利上げはあるのか、あるいは利上げの見通しを上田日銀総裁が言うのかどうかで、今回のこの円高が続くかどうかというのが決まってくると思います。日銀が非常に弱気だということになればです、ね、この介入もです、ね、効果がなく、また160円台に戻る可能性というのは、ドル円十分あると思います。 その意味で、まあ、日銀会合は2週間後なんですけれども、チャートポイントとすると今、中間点に立っているので、マーケット、これから上に行くか下に行くかという見方が分かれているということでもあるので、動きは期待できると思います。ということで、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた来週よろしくお願いします。さようなら。